マッサージってこうやっぱこう教えてもらう人によって結構主義違ったりするの、ね、うん、うん、違うな。 A 先輩はなんかこう、こう大きく動かせてるのに B 先輩はなんかそれはダメだみたいな、うん、なんかその場合どうすればいいですかね。こうあの人はこう言ってるのに、あ、よくありがちだよね。そうですね、こうやって教えてもらったり、まあ、まあ初心者の方でやっぱり特にあると思うんですけど、ほう、はい、何を基準にすればいいですか。やっぱりケンさんのところ行くしかないですか。俺を基準にしろ。以上。何ですか沈黙は。沈黙は金なりって。話します。はいはいはい、あのね、いろんな人の解釈があってそれぞれがそれぞれ正しいと思うんだけど、これはあのガチガチの下川さんも前動画で言ってたけどね、はい、うん、やっぱりいろんなとこ行っていろんな人その、ね、やっぱり正しいと思いますけども、やっぱりまず一つのことに集中して取り組んでやることが大事かなと思うね。あの人が言ってたからこうやってて、でもあの人はこういうふうにまた真横のこと言ってたから、じゃあそうなのかな、そうしてみて、あれでも分かんないわーとかなってるんじゃなく、施術迷子、うん、そんなふうに、施術迷子なんだその、なかなかいいね、なかなかいい言葉だね。まあそういう感じで、自分がこの人の、まあ、自分が受けてみて、誰かからね、あ、これいいなーって、自分が好む主義って絶対あると思う。いや、その A 先輩は大きくやるのがね、いいんだよっていうね。で、B 先輩は細かくこうやるんだよって言ってね。それぞれいいよ、それぞれそれぞれ好むお客さんついてると思うんだけど、じゃあ自分はどっちが好きなんだって言って、A 先輩が好きだったら、のやり方が好きなんだったら A 先輩に学んで、それがまずできるようになること。で、それができるようになって、で、B 先輩のやつもいいなと思うんであれば、B 先輩のやつもちょっと教えてもらうというか、学ぶというかね、できるようになるっていうふうにして、両方できるのが一番いいんじゃない？あ、いろんな主義できるのがいいんじゃない？例えば、早め早くやるのが好きな人には早くやって、要はさ、強もみ好きな人に対応できた方、できるのはもちろんいいし、弱もみの人に対応できるのもいいじゃん。弱もみって結構難しいんですよ、だって。力のかけ具合がさ。ほんとさするぐらいの感じでっていう人も中にはいるわけよ。めったにいないけど。でもそういう人に 対応するときに、どのぐらいの力かけてっていうのも難しいじゃない。あともう、リフレッシュを求めてるのかリラックスを求めてるのかっていうのが変わってくるからね、お客さん。リフレッシュってね、もうすっきりした。今日も午後から頑張れる。これで楽になってっていうのはリフレッシュした。ね、ほぐし直し方だけど、だからリフレッシュ求めてる人リラックスやっちゃうと、もう午後からもう仕事なんだよ、もう眠たくてしょうがない、もう家帰って寝たいですみたいな、あんまりリラクゼーションをつまり 副交感神経優位なマッサージよりも交感神経を刺激するような、すっきりするような、シャッキリするようなクイック系のマッサージの方が当てたりするわけよ。だったら両方できた方がいいじゃないっていう話で、リラクゼーションマッサージに来る多くのお客様はやっぱりリラックス求めてて、でもその日の寝つきを良くしたいとか、なんかそういう別のまた要望があったりするわけ。マッサージでほぐされたり、ほぐされた後に何を求めてるのかっていうところ、マッサージを目的じゃないわけよ結局。決して例えば悟空の気持ちだったりとかだと頭のマッサージをねやって、そういう頭のマッサージを受けに来る人たちは頭のマッサージで頭がすっきりしたいではない場合もあるわけ。多くの人は不眠で悩んでて、その不眠を何とかしたい、夜眠れるようになりたい、ね、睡眠を貪れるように朝すっきりと夢も見ず起きたい、そのために悟空の気持ちで、ね、でもう本当に順番待ちが何千人とかそういう状況になるわけよ。だからマッサージのお客様が何を求めてるかっていうのは人それぞれバラバラだから、それに対応できるのがいいよね、やっぱね。そのためにお客様とコミュニケーションをとって、何がこの人は欲してるんだ、何を求めてるのかなってちゃんとこう聞き出す、コミュ力がやっぱ必要。なるほど、コミュ力大事です、ね、めっちゃ大事。ただ来たお客様は揉めばいいっていうわけじゃないわけよ、それだったらもう本当に何ね、それもただ揉めばいいんだったらね、なんかそのこうね、まあなんかあれじゃん、そうめんでも揉んでればいいんだよ、こうやっていいですよ、こうやってね、こうやってこんな生地でもこねてればいいんだからさ、そうじゃないでしょ、あ、一緒なんだ、そうだよ、だってそのうどんの職人だって小麦粉を入れね、こねてる時もやっぱ対話してるって言うもんね。あ、その時の湿度だったり温度だったりだとか、その癖があって、それとしてこれでいいのかこうなのかお前たちみたいな感じでやるって言うもん、そういうとこじゃない。なるほど、
だからどういう主義かっていうのはいろいろ世の中にあまたまの主義があるかもしれないですけど、まず自分の好きなものを分野に取っかかってみて、自分だったらこうされたら嬉しいな、こういう風だったら、気持ちいいなっていうところをまずは追求していくと良いのではないでしょうか。その答えは検証作りにあります。それだけあるからですね。来いうちに来い。ありがとうございます。今ちょっともうその時あからさまになんかこう洗練されると気持ちがいいですね、こう見てると。そうでしょ、はい、だから来てほしいもんだって、ね、間違いないから。学んで、学んで、もうその辺のね、本当もう適当にこうね、なんかやってるこう頭でかちのね、どうしようもないなんかあの解剖がどうのところね、違うんだ、そういうのとはね。そういうのはそういうのでやればいいけど、まずじゃあ違う、もうある程度できるようになってもっと学び深めたい人はそういう勉強すればいいけど、そこじゃないってこと。まずはこの業界で食っていかないといけないんだから、仕事でやってんだから、ビジネスでやってんだからね、ちゃんとサラリーを取らなきゃいけないんだから、そのためにはお客様に気に入っていただけるね、ちゃんと残っていかなきゃいけなきゃいけないわけでしょ。生き残っていかなきゃいけないし、支持されないといけない、ね、ちゃんとした価値提供して、その見返りとしての報酬なんだから。ってことはちゃんとした仕事、まず技術を高めね、そこですよ。まあ、下手くそだと意味がないわけ。間違いないですね。飯はもうね、そんなまずいとはどうしようもないわけよ。まずさをこう凌駕するようなエンターテインメント性があればいいよ。ディズニーランドとかみたいに。まずいじゃん、飯なんか。クソまずいじゃん、だってはっきり言って。俺クソじゃん。いやいやいや、まずい。美味しくないもんだって。あんな冷凍の。具合悪くなったもんだって。あんまり言うとなんか怖いけどさ、これね。いいね。そうそうそう。なんとかランドでさ、あの家族で行ってさ、なんかハンバーグランチセットとか一人3000円ぐらいするようなの食べたけどさ、なんかあのこの辺発疹が出てきた、こう 下にもさ、なんか添加物 あのおまけだぞ、あれ本当に。いや本当、それでもこのそれを凌駕するこ あのプレートのなんか形だったりよ、そのこの全体いいんじゃん、あれはもう。あれはディズニーランドだから許されてるんだって。そう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 、普通の一種、普通の店のあれ出てきたらバカにしてんのかっていう、そこの金額は何だと、この おもちゃみたいな、この飯はみたいななるわけ。まあ、あの薬膳師の店でもそんなエンターテインメントさんの普通はないから、まず主義がないと話になりませんよ。そう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 、まずはそこだと、はい、まず下手じゃない主義を、ね、やりなさいよと、はい、そういうことや。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ぜひですね、あの見て動画を見ていただいた感想をいただけると大変嬉しく思います、ね、絶対ね、あの感想ね、書いていただくようにね、よろしくお願いします。